これがね、パパの歯ブラシ。今日はね、広島県小谷サービスエリアまで来ました。今日はね、もうこの辺で寝ようかと思ってます。とりあえずね、目的地は大阪ですね。兵庫行って大阪行く形ですね。午前中にね、一本地場を走ってからの、大阪行きの積み込みという形になりまして、まあね、時間はありますんで、ぼちぼちね、休憩して夜1時、2時ぐらいから、また走ろうかと思います。ちょっとね、引っ越しだけで、もう引っ越しでだいぶ体力使っちゃって、もうね、まあ、今回引っ越し、4連休も会社の方にもらいまして、その4連休を使って引っ越し作業をね、自分たちでやったんですけど、まあ、とりあえずね、大きい荷物は運べたんですけど、あとまだね、結構荷物残ってまして、なかなかね、難しいですね、引っ越し。で、ほんとね、で、暑いでしょう。暑いんでね、4連休もらいまして、4日連続で熱中症になりまして、もうね、4日目は、今の家と前の家、1往復しただけ。それだけでもうダウンしちゃいまして、もうね、体力がね、全然ない。こんなんじゃね、11月のマラソン大会出れないですよ、フルマラソン。ちょっとね、運動しながら、体力もつけていかんといけんですね。でね、頭もボケとって、会社帰って洗濯したんですよ。服あんましなかったんで。で、近場一本走って、積み込みで、汗だくなって着替えて、荷下ろしで汗だくなって着替えて、で、また荷物回収しに行って汗だくなって着替えて、で、もうね、着替えばっかりがね、なくなっちゃうんで、とりあえずね、会社帰って作業服とシャツ、あとパンツもね、洗濯しまして、でその洗濯している間に、買い出しですよね、食料の買い出し行って帰ってきて、その洗濯物回収して、トラックの中で干そうかなっていう計画やったんですけど、洗濯機の中の洗濯物回収しとらんやった。広島県小谷サービスエリアに来て気づきましたよ。あれと思って、干してないやんと思って、洗濯物の洗濯機の中に置きっぱなしです。誰か出してくれとるかなパンツもあるからな。はずいわ。恥ずかしい。恥ずかぴーは。まあね、そんなこともね、ありますよ。まあ、とりあえずね、ここで休憩して、ね、ちょっとね、疲れをとって、まあ、今回ね、初めて、新しいお家からの出勤、出社となったわけですけども、ちょっとね、まだ引っ越したばかりでしょう。もうね、早く帰りたい。早く帰ってね、またのんびりしたいですね。また一つね、帰る楽しみというのができましたね。とりあえずね、今回月曜日出発してますんで、月か水曜日、普通に行けば水曜日に帰れるかなと思います。そんな感じでね、とりあえずここで休憩して、また夜から走りたいと思います。またね。